心内膜炎は心臓壁の内膜である心内膜の炎症。通常は心臓弁が発症部位になるが、他に心室中核、検索、心内膜の表面、心臓内デバイスで発生することもある。心内膜炎は結晶板、フィブリン、微生物のミクロコロニー、及び少量の炎症細胞からなる塊の異常増殖という典型的病変で、 特徴付けられる。急性の感染性心内膜炎の場合、異常増殖の中心に肉菓子を持つ場合があり、それは繊維化あるいは石灰化している場合がある。心内膜炎の分類には様々なパターンがある。最も単純なのが原因論によるもので、炎症の原因が微生物であるか否かによって、感染性と非感染性に分ける方法である。 いずれにせよ心内膜炎の診断は、臨床像、心栄光などの検査、原因となる細菌の存在を確かめるための血液培養に基づいて行われる。心臓弁自身は血液の供給を受けていないため、白血球のような防御免疫機構が血流を通じて、直接弁に届くことはない。バクテリアのような生物が弁の表面に取り付いて増殖を起こした場合、 宿主側の免疫反応は鈍いものにとどまる。便が血液の供給を受けていないことは感染した便に薬が作用しにくいという治療面の問題もはらんでいる。通常、血液はこれらの便をスムーズに流れる。しかし例えばリウマチ熱でこれらの便がダメージを受けた場合、バクテリアに取りつかれるリスクが高まる。リウマチ熱は世界中で広く見られる病気で、 心臓弁にダメージを与える原因として多く見られる。慢性リウ待チ熱の特徴は、繰り返す炎症と繊維症症産である。弁の重要な解剖学上の変化として、養上部の飛行化、高連部融合、検索の単焦化、飛行化が見られる。リウ待チ熱の再発は、低用量抗生物質の投与を止めた場合、特に最初の発症から3年、ないし5年の間は、 比較的よく見られる。特に、便に問題がある場合、心臓合併症は長期かつ深刻になる場合がある。連鎖球菌による陰頭と返答の感染症に対して常にペニシリンを使うようになり、リウマチ熱は先進国であまり見られなくなったが、高齢者や開発途上国では、リウマチの不十分な治療から来る心臓弁膜症が今も問題になっている。ある。 インドの病院では2004年から2005年の間、心内膜炎の患者24名のうち4名は、従来のような増殖症を示さなかった。彼らは全員リウマチ熱にかかり、長期の発熱を示し、深刻な相棒弁逆流を起こしていた。被細菌性血栓性心内膜炎や衰弱性心内膜炎がよく起こるのは、それまでは健全だった弁においてである。 感染精神内膜炎とは異なり、ウブットにおける増殖症の塊は規模が小さく、成長が遅く、また、便の炎や先端に発生する。ウブットは、通常、全身性のバクテリア感染や、妊娠期のような凝固性更新状態の時に起こるが、静脈カテーテルを使う患者でも、時々見られる。ウブットは、がん患者、特にトルッソ症候群を起こす。 紅葉腺がんの患者で見られる。一般に、ウッドはそれ自身ではあまり問題を起こさないが、増殖組織が飛び散って、心臓や脳に即変症を引き起こすことがある。また、バクテリアが住み着くとっかかりとなり、感染性心内膜炎を引き起こすこともある。成長の遅い別の心内膜炎は、リブマン、サックス心内膜炎と呼ばれる。これは、 後半性狼層の患者でよく見られ、免疫複合体の沈着によるものと考えられている。ブットのように、リブマン、サックス心内膜炎の増殖症の塊は、感染性心内膜炎のものに比べて小さい。これらの免疫複合体は、急性の炎症を引き起こし、それがブットとの間別点になる。また、ブットとは異なり、リブマン、 サックス心内膜炎は沈着の起こりやすい部位というものがないようであり、弁の裏面や心内膜に発生する場合もある。ありがとうございます。